皆さんこんにちは。加藤ゼミナーの代表しております弁護士の加藤隆です。本日は、令和5年司法試験合格者インタビューということで、令和5年の司法試験にですね超上位合格された、R さんに、お越しいただいております。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はじめにですね、私から、簡単に R さんのプロフィールなどについて、紹介をさせていただきます。国立大学法学部を卒業して、国立大学法科大学院に、入学して、で在学中受験として令和5年司法試験を受験して、1回目で、合格なさいました。で加藤ゼミナールでは基本7科目の、総まくり講座と司法試験過去問講座、受講してくださっております。そして、司法試験の、順位がですね、総合と、論文それぞれ10位台、そして基本7科目と選択科目全部 A というですね、全科目オール A という大変素晴らしい、成績を収められております。で本日はですね、この基本7科目の総まくり講座と司法試験過去問講座を使って、どうやって、司法試験に、合格されたのかということについてお話を伺いたいと思っています。はじめにですね、その加藤ゼミナールの講座を、受講するに至った経緯や理由についてお話しいただきたいです。経緯ですが、院試を受けようと思ったのですが、その時に一元化の教材が欲しいなというところで、いろいろな予備校を比較したりして、価格面と内容面から加藤ゼミナールの講座を受講することに決めました。実際にですね、この勉強している時に、加藤ゼミナール講義だとか教材について、実際にどう使ったのか、ちょっとお話しください。院試のために買ったのですが、教材の出来などが素晴らしいと思ったので、司法試験までこの教材を使っていこうと決めました。具体的には、院試前については総まくりの論証集とマークアンダーラインの動画を使って勉強をしました。院試は無事合格したんですが、その合格後、入学までの間に行政法、民法、商法、刑法、刑訴法の総まくり講座を2周しました。その際には総まくり論証集を一元化教材として使おうと思っていたので、論証集に講義の内容を反映させていました。ロースクールに入学した後は、ロースクールの授業中はあまり講座は使えてなかったんですが、夏休みなどに総まくり講義を3周するようにしました。司法試験の直前は総まくり論証集をひたすら回して、総まくり論証集の内容を頭に入れるような勉強をしていきました。法科大学院入試の段階から、使っていただいて、ロースクール入学後もですね、司法試験まで使っていただいたということなんですけど、やっぱりロースクールの授業とかもありますし、あとは自分なりに、基本書とか判例集見て勉強する機会もあると思うんですけども、そういった、ロースクールの授業とか、あとご自身 その、基本書とか使った自学習の内容を、その総まくり論証集に反映するとかはしてましたかね。適宜していました。全部というわけではなく、試験に出そうだなと思ったところや論点として解釈が分かれているようなところを中心として通説をベースに反映させていました。じゃあこの総まくり論証集の内容ですね、試験までちゃんと覚えていかなければいけないと思うんですけれども、総まくり論証集を記憶するためにどういった使い方をしましたか。記憶するためには何周も回していくことが必要だなと思っていましたので、基本的には論証集を見返すということをしていました。特にマークアンダーラインですと、青の部分についてはちゃんと記憶した方がいいところが多いと思ったので、その部分については自分なりに書きやすくアレンジしたものをワードにまとめ上げました。そしてそのワードの音声読み上げ機能があるので、その機能を使ってそれを録音して音声データ化して、それを何周も聞きました。結構論証集を何回回すときに、読むってことはね、いろんな人がやるんですけれども、その音声データにしてですね、耳で聞くっていうのは、私が司法試験の勉強を始めた頃なんかはまだちょこちょこやってる方がいらっしゃったんですけど、今の受験生の方はなんか珍しいかなと思いましたね。ただですね、やっぱりその隙間時間も使って何回もその回していくんだってことを考えると、やっぱりその勉強の成果としてですね、私はありなんじゃないかなと思っています。しかもですね、ワードに打ち込んでから音声読み上げ機能を使っているので、なんか録音の手間っていうのはほとんどないですからね。なので、こういった勉強のやり方っていうのも、ありなんじゃないかなとは、思いますね。結構他の方でもですね、やっぱり合格者インタビューみたいなのしてみると、総まくり論証集ベースにはして勉強はしてるんですけども、なんか例えば過去問のテキストとか総まくり論証集のうち、なんかその青のマーカー引いてる、箇所、こう絶対覚えなきゃいけないってところだけ、なんかワードに自分なりにまとめたりとかって人もいるんでね。なので、ワードでまとめたんだったら、あと音声読み上げ機能を使って自動的に音声データ化できるんで、そういった使い方も私はね、ありなんじゃないかなと思いましたね。あとはですね、結構変わった勉強されてたなと思ったのは、司法試験の過去問についてですね。司法試験の過去問は、どれぐらい勉強しましたか。インプットがまだ全然できてないと思っていたので、
インプット中心にしていって、そうすると過去問に割く時間があまりなかったので、正直に言いますと司法試験の過去問は A ランクに位置付けられているものを直近の 2,3 年分をこう答案構成だけしました、まあ、結構ですね変わった勉強かなと思うんですけども、ただですねやっぱりその、まあ、結構まあフルケアはした方がいいっていうね意見もある一方で、まあ、フルケアしないで自分は基本的に構成だけで受かったって人も中には少ないんですけどいるんですね。結局どこまでの勉強をやんなきゃいけないかって、この時点で自分の基礎学力とかも含めてどれぐらいあるのかってことに関わってくるんで、例えば文章を書くのが得意な人とかであればちゃんと知識をちゃんと詰め込んで、あとはそれをね答案に落とし込むことができるんで、やっぱりの文章力、まあ、そこまでない人に比べるとフルケアする必要性っていうのはどんどんやっぱ乏しくなってくるんじゃないかなと思ってますね。一方でやっぱり文章を書くのが苦手だって人もねそれなりに私やっぱいると思っていますから、そういった人はとにかくやっぱ文章を書くってことになれなければいけないので、知識詰め込んでるだけじゃなくてアウトプットとして実際文章を書くってこともやっていただきたいかなと思いますね。まあ自分のね、まあ、基礎学力とかも含めて自分の、まあ、受験生としてはタイプですかね、そういったものを踏まえて、まあ、その自分の学習の効果を最大化するための、まあ、選択をしてほしいかなと思っています。あとはですね、加藤ゼミナールの、講義や教材使っていただいたわけですけども、実際に今年の令和5年の司法試験受けてみてですね、講義や教材が司法試験にどのように役立ったのかについて、教えていただきたいです。令和5年の司法試験ですとすごく変わった論点みたいなものは少なかったように感じて、全体的に総まくり論証集に書かれている論点や法科大学院の授業のうち重要と思って論証集に反映させた部分が出題されたなという印象です。具体的には在学中受験が初めて始まった制度ということで、自分としては結構お試し感覚というかふわふわした気持ちで挑んではいたんですが、おそらくその総まくり論証集の試験傾向への一致という観点から自分が書いた答案が評価されたのではないかなと思います。令和5年の司法試験では直接は関係しないかもしれないんですが、憲法の意見審査基準について学部だったり法科大学院では基準自体は習うと思うんですけど、例えば適合性とか必要性とかそういうことの具体的な当てはめをやることはほとんどなかったので、その点では司法試験の過去問講座はとても役に立ったなと思いました。そうですね、加藤ゼミナールの講座や教材の特徴の一つとして、まあ、その基本書とかではあまりその中身が書かれてない、まあ、そのテクニカルタームですかね、そこをちゃんと解像度を高めてちゃんと答案で使えるレベルのところまで深掘りして説明してるっていうところがあるので、基本書とかね、まあ、他の予備校本とかで、まあ、キーワードだけで書かれてるところね、それがちゃんと答案で使えるレベルまで深い理解を身につけることができるっていうのが加藤ゼミナールの特徴かなと思っています。それは最後になりますが、まあ、ご自身のですねこれまでの受験の経験とかを踏まえてですね、これから司法試験予備試験を受験する方々へメッセージいただけたらなと思います。加藤ゼミナールの講座では司法試験や予備試験の合格に必要なものが全て提供されているように感じました。ただ講座を受講するだけでは司法試験や予備試験の合格に十分なものとは言えないのではないかと思っています。講座を受けて自分の頭で考えて間違えてそれを修正していくことが大切なんじゃないかなと思っています。勉強していく中で大変なこととかたくさんあると思うんですけれども、諦めずに講座を信じて使っていっていけたらその合格が見えるのではないかなと思っています。皆様の合格を応援しております。最後にもですね本当に、ね、いいことをおっしゃっておりまして、結構ねこれ他の方に言われることもあるんですけども、例えばその上位合格者の方の合格体験記なんかだとなんかすごい特殊な人だからそもそも参考にならないんじゃないかと言われたりもするんですけども、やっぱりもう一貫してるのはこれも去年の体験記の方もそうですし今年の体験記の方もそうですけど、やっぱり短期合格者とか上位合格者の言ってることって本当に共通していて、やるべきことをとにかく徹底して、やるんだと。で例えば総まくり論証集だったら総まくり論証集ちゃんと一元化もやって、でそれを何回も何回もその反復して自分の頭の中にどんどん定着させていくっていう、まあその王道的な勉強法ですね。でここがやっぱり、まあ、短期合格とか上位合格にねつながっていくところなので、ぜひですね、これから司法試験予備試験、合格を目指す方にですね参考にしていただきたいかなと思っております。で本日は、大変貴重なお話、いただきありがとうございました。ありがとうございました。